皆さんこんにちは、私は日本カウンセラー学院の池田浩二と申します。本日は、こちらに書いてあるんですね、アンガーマネジメントとナラティブメディエーションという理論をもとにした、関係修復のためのナラティブメディエーター講座の、ご紹介をさせていただきたいと思っております。で、人とのトラブルが起きた時にどう対処していくのかに関しましては、法律などルールを定めることによって人間関係のトラブルを、解消していく、解決していきましょうというアプローチがあるんですが、それだけでは解決できない問題っていうのも世の中にたくさんあります。それがなぜなのかということが、大きなテーマとして挙げられていきます。なので、問題解決のために、法律の知識を得ましょうとか、そういった内容ではなく、人間の気持ち、感情に焦点を当てていく内容になります。心理学の方ではどのように考えられているのか、まずは、脳の絵を描かせていただいているんですが、私たちが環境に対応していくための、様々な仕組みがあって、それと、脳の構造との関係っていうのも随分明確にされてきているところがあるんですが、ここで、注目していただきたいのが、理性と情動、理性、物を考える力と、気持ちの部分、全然別システムなんですっていうところをまずは理解して、理屈に合わない感情っていうのもあって人間なんだっていうことを理解していくことが、なんでしょうね、理屈が通じない人っていうと言い方悪いですが、なんで言ってることがうまく伝わらないんだろうっていうことへの見方が広がっていくかと思います。簡単に、講座内容で伝えることをお伝えしていくと、基本的には、ここに小脳っていうのがあるんですけど、大きくは人間の脳が3層構造でできている。で、理性っていう言い方をここではさせてもらおうかと思いますが、状況について客観的に観察したり判断したり、時間とか前後関係を考えられる、働きをするところが基本的には前頭前野とかを含む大脳新皮質、人間脳と言われているところだというふうに言われています。で、この理性の働きと、ここをまとめて考えることもあるんですけど、動物脳って言われているところは、情動、気持ち感情みたいなところの動きがありますっていう、働きがあります。で、感情ないし情動っていうのは理屈に合わない気持ちって人間いくらでもあるかと思いますが、そちら感情の動きが多いところっていうのは基本的には、動物の脳の部分で行われている情報処理システムだと。で、この、大脳辺縁系っていうことがあるんですけど、この辺りの脳の働きが、自律神経系ですとか、内分泌系ってホルモンの働きっていうんでしょうかね、なんか視床下部っていうところから副腎皮質ホルモンが出てみたいなところで、例えば、動物に襲われそうになった時に、逃げるか戦うかしなければいけない時に、体の筋肉を最大限に発揮できるように胃腸の働きを抑えたり、アドレナリンが出たりっていうような、頭でコントロールしてない体のコントロールっていうのを司るのが
動物脳とか爬虫類脳とかっていうところで支配している体の感覚だったりします。で、例えばその動物に襲われた時に、逃げる戦う対応ができるようになる反応と同時に、怒りですとか恐怖ですとか、戦うエネルギーを高めるための気持ちの反応っていうものも、進化の過程でね、私たちの脳もしくは私たちの体には、組み込まれているところがあります。で、この情動反応の中で、対処が難しい理性の敵だって言われることもあるのが、怒りっていう感情なんですが、基本的には生き残るために必要な感情だったりします。で、ただこの怒りの感情が湧き出るところっていうのは、この動物脳情動システムを司っている動物脳のところが怒りを状況を判断して怒りを体に感じさせるようにできています。で、それを自分が今どういう状態なんだって眺める理性の部分とはちょっと違うシステムなので、頭では怒ってはいけないって思う状況でも何らかの刺激があると動物脳が反応して怒りっていう感情を感じてしまうことがある。これは自然なことなんです。で、心理学の方でこういう怒りですとか悲しみですとか恐れとか恐怖とか不安みたいな情動反応、頭の方では感じたくないなって思ってるものを無視する、抑圧するとそれが八つ当たりになるとか、怒りを抑え込みすぎて胃に穴が開くとか、いろんな問題が起きてくるっていうふうに考えられていて、まずはこの怒りっていうものとどう付き合っていこうか、自分たちには感情があるんだなっていうことを理解していくのに、アンガーマネジメント、こちらは言葉聞いたことがあるかもしれませんが、いうテクニックについて簡単にご紹介させていただければというふうに思っています。まあ、このあたりのことっていうのはすでに知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的にはより高度な情報処理をする理性の働きっていうのは何でしょう、戦うか逃げるか瞬間的な判断ができる動物の脳より少し遅れて働き出す性質がありますので、怒りを感じた時よく言われるのが6秒間待ちましょう。6秒経つと怒りのピークは落ちていきますので、怒りのピークが下がっていったら、その6秒経ったぐらいから人間の脳がきちんと働き出しますっていう性質をうまく使って怒りをコントロールしていこうですとか、この怒りの背景にある気持ちについて気づいていきましょうというようなことが、注目されています。なのでこの怒りの状態、怒りを感じてしまっている状態っていうのは理性が働いていないっていう意味で、何でしょうね、理性よりも情動が強くなっている状態を、アーノルド・ミンデルさんっていう人は、変性意識状態、トランス状態っていう言い方をする人もいる。全てが全てそうだっていうわけではないのかもしれませんが、普段きちんと、計画的にものを考えたりできる人が感情的になってしまうことで理屈が通じないっていうことがあるんだな。その時っていうのは何らか外界からの刺激によって、人間脳より動物脳の働きが強くなっちゃってる状態なんだなっていうふうに思っていただければというふうに思います。この怒りとか恐怖を感じている状態、理屈に合わないので扱いにくいなっていうところがあるんですけど、
そこで何が起きているのかっていうのを理解していくことで対処の幅が広がっていくというところになってきます。そして、この、動物脳が働いている、まあ、トランス状態に近い状態の時に私たちはどんな風になってしまう傾向があるのか、心理学ではヒューリスティック、ヒューリスティックっていう言い方をすることがあるんですが、あるいは認知バイアスって言ったりすることがあるんですが、あまり余裕がない状態で何かを判断しなければいけないときに、しっかりと出来事の状況を考えるではなく、まあ、みんなが言ってるようなステレオタイプ的なありきたりの理論にしがみつきやすい。特に、この動物脳が動いてるときっていうのもそういう傾向があるのではないかっていうふうに言われています。状況を客観的に理性で考えることがうまくいってなくて、誰かが言ってたような一つのものの見方にしがみついてしまう、これはあまり理性的じゃないような状態があるな、その時に何にしがみついているのかっていうことを、うまく理解し対処していくための理論っていうのが、ナラティブメディエーションという言葉を挙げておいたんですが、メディエーションは紛争解決という意味なんですけど、ナラティブモデルによるアプローチによる、メディエーションをナラティブメディエーションというんですが、広くはナラティブアプローチ。ナラティブっていうのは、物語っていうふうに訳されることがあるんですが、ある状況をどのように捉えているのか、でその捉え方は物語として語られることがありますっていうことが一つと、この物語っていうのは、多くは文化的な圧力がかかっているっていうんでしょうかね、世間様がよく言っている、単純な、よく使われることは陳腐な物語っていう言い方をするんですが、何か嫌なことがあるで、例えば自分と折り合いがうまくいってない人がいたときに、この人と対立関係にある、で相手が悪い人間なんだっていう説明にぴったりくるような、すごく動物脳の方で考えるってかどうかはちょっと分かりませんけど、単純な物語にしがみついてしまうことがある。しかもそれは人間が追い詰められてる時ってすごく視野が狭くなって、なんか単純な物語をつかみやすいですね。じゃあ、なんかここで火花を散らして争い合っている2人の背景にはどんな物語があるんだろう、しかもその物語っていうのは、何でしょう、物語として捉えるとこの人が歪んだ価値観を持ってる人なんだっていうふうに人を責めるんではなくって、追い詰められた状態で世間によくある単純な考え方、物語に支配されやすい状態なので、人が悪いんではなくって、ここのナラティブ、問題を起こす考え方っていうんでしょうかね、物語にちょっとしがみついちゃっている、この問題をうまく、ナラティブを変えていったら、ここでの協力関係ができるかもしれない。例えば、まあ、細かいディテールは置いといたとして、
A さんと B さんがいたときに、B さんについて、あいつには何を言っても話が通じないっていう物語にしがみついちゃう。なんで話が通じないかっていうと、例えば B さんがお酒が好きだったりすると、あいつは酒飲みでいつも酔っ払って約束を守れない、でこんな人とはもう二度と付き合いません、あいつと話し合っても無駄だっていう、何らかのこの人との関係での物語っていうのを A さんは持つかもしれません。でそれは、まあ、A さんの中にあるものなんですが、もしかしたらすごくステレオタイプ的な決めつけ的な見方かもしれません。でこういう見方の影響をちょっと覗いていったら、もしかしたらここでトラブル前っていうのは B さんについて楽しくお酒を飲めているし、こういうところでは優秀だし、こんな不本能な面があるし、こういう優しいところもあるな、でこういうところは大好きだな、趣味が合うなとか、いろいろ B さんについて嫌いな部分もあったかもしれませんけど、好きな部分もいろいろ考えられてたんですけど、一度トラブルがありましたっていうことがあった時に、とっても単純な物語でしか B さんのことを見れなくなってしまうかもしれません。決めつけるっていうことなんでしょうかね。でそういう状態になってしまっている2人の間に入って仲裁していく、もしくは、まあ、皆さん自身がこういうトラブルに巻き込まれている当事者でもいいんですが、この人たちの抱えている問題っていうのは、本来その人の中にあったものかっていうと、世の中にある相手を批判するような考え方っていうのを自分が困ってるから借りてきて使ってるのかもしれません。でもそういうトラブルをなくしていったら、もう一度柔軟に、何でしょう、 A さんと B さんを取り巻く環境について新しい物語を作り直していけるかもしれないと。いう理論に基づいて、このトラブってる人たちのトラブルを生んでいるのはどんな問題なんだろうっていうのを、人が問題じゃなく何が問題なんだろう、この人の外に出す、外在化っていう話の聞き方がありますですとか、あるいは、ここで対立している人たち、あいつには何を言っても分かんないよって言っている、でもそれを私に訴えてくるんだとすると、何を言っても分かってくれない、分かり合えないっていうんだとしたら、何とかして分かり合える道があるのかもしれないっていう気持ちもあるから人に相談をしているのかもしれない、そういうテクニックを、二重形状って言ったりするんですけどね、争い合ってるっていうか、うまく折り合いがついてない状態の、怒りみたいな感情があるのか、少しトランス状態になるのか、きちんと理性が働いていない状態の人のとらわれを取り除いていくためのカウンセリングでも有効とされている、ナラティブセラピーっていうのもあるんですけどね、手法っていうのを、メディエーション用に、紹介されているようなものっていうのもたくさんあります。そこでの、訴えを、相手の批判とか対立の物語をそのまま聞くんじゃなくって、その裏側にある希望の物語を聞いていきましょうですとか、人が問題なのではなくって、人と問題をちょっと分けて聞いていく話の聞き方、外在化をする、そして人から分けた物語がお互いにどんな影響を与えているのか、問題の影響を探るっていうようなテクニック、そこまで眺めた上で、問題の物語以外、他にこんないいところがあるなっていう物語も広げていったりすることで、より柔軟に理性を使って、その怒りなどのとらわれを
除いた人間関係を援助していくことができる、もしくはこういう考え方を自分に用いることで、すごく視野が狭くなった、動物のもしくは怒りに支配されて物事が客観的に見れなくなっている状態から脱するためのテクニックっていうのをご紹介していこうと思っております。ADR とかでね、紛争解決の勉強をされている方、あるいは、社会保険労務士さんですとか、人との仲介に入る人ですとか、もちろんカウンセラー、あるいはキャリアカウンセラーとかもそうかもしれませんね。労働上の問題っていうのが出てきますので、さまざまな人に学んでいただきたい講座だと思っております。ぜひ、皆さんのお役に立てればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。